はい、今回は地図で見つけた気になる場所に行っています。ここを拡大すると屋根のようなものが見えてきます。ここにちょっと行ってみます。周りは川で、川の向こう側にある感じですね。はい、今ここですね。で、目的の場所はここですね。校舎。で、ここを下るのか。どっちにせよね、川を渡らないとその場所に行けないと思うんだよね。ここなんだよね。ここになってる。場所確認しようか。ここですね。この川を渡ってすぐですね。あ、確かに川ある。川は浅いから すぐに渡れそうだけど、あるかな。ちょっとね、この靴穴開いてるからね、濡れるの嫌なんで橋渡って行きます。こう一気に、ここになってるんだけどね、
んだ。屋根は青いですね。まあ、トタンが多いからね。で、これ何？なんか吊るしてあるけど。すごい。湯船があるぞ。はい。で、場所はですね。ちょうどその場所。お茶があるぞ。新聞がある。ワクチン。令和2022年。令和4年3月26日。去年か。それ以来来てないんかな、ここは。これさ、キノコかと思ったけど、キノコじゃないんだよね。これは本当謎。特にはあとはないですね。この青い屋根の小屋というか、あずま屋っていうかな、そういったのがあるだけですね。でね、ちょっと気になるのが、この外側にあるこの白いね、コンクリート、これ何なんだろう。囲ってる、ちょうど何の意味があるんだろう。これコンクリートだよね、コンクリートだよね。ちょっとカーブしてるね。まあ、いずれにしてもここに来るのは川を渡らないと来れないですね。道があるわけでもなく、川って言ってもね、大して川じゃないんですけどね。
ちょっと隔離場所みたいになってるね。ここは足跡、これ何、獣、鹿か。はい、ということでこの場所に来てみました。東屋ですね。青い屋根の東屋。